ノルウェーのアルタに残されるペトログリフは極北美術の代表的な一例。1985年にアルタの祝いとして世界遺産に登録されている。極北美術は戦士美術の一つでスカンジナビア半島からロシア北部にかけて広く分布する中石器時代のペトログリフの総称。ロシア北西部に位置するオネガコの湖畔で1848年に 発見されたのが最初で、その後スウェーデンやノルウェーなどで類似系統のものが次々と発見された。紀元前6000年期から紀元前2000年期にかけてこの地で生活を営んでいた狩猟、挙老民族によって描かれたと考えられるものと、それ以降から紀元前後にかけて生活していた農耕、牧畜民によって描かれたと考えられるものに大別される。 競技の意味で故障する場合は、前者の民族によって描かれたものを指す。極北美術は、自然主義的様式を見せる彫刻画で、描かれる主題は、動物、人物、図形など多岐にわたる。表現技法は一本の線で彫っていくものと、切り込みの連続によって彫っていくものがある。後期になると描画法は地域ごとに様式化されていく。ありがとうございます。